皆さん、こんにちは。今回は調味料の pH を測っていきたいと思います。そもそも pH とは何なんでしょうか。pH とは水溶液に含まれる水素イオンの濃度で、濃度が濃い水溶液の液性を酸性、薄いとアルカリ性と呼びます。濃度を数字で表現するので、酸性、アルカリ性の強さが数字でわかります。pH の値は0から14まであり、7が中性、7より小さいと酸性、7より大きいとアルカリ性です。つまり、水素イオンとは酸のことを指し、酸の濃度が高いとき酸性、酸の濃度が低いときアルカリ性というようになっているのです。今回は、身の回りにある調味料の pH を調べて、数値と味覚を比較し分析するということでやっていきたいと思います。では実験の手順を説明します。まず用意した調味料をビーカーに移します。次に一部の調味料に少量の水を加えて混ぜます。次に指示薬で pH を調べます。最後に味覚と pH の数値を比較してみるといいと思います。今回実験で使用する調味料はケチャップ、ソース、みりん、みょうばん、割烹だし、アスコルビン酸です。使用する実験道具は精製水、ビーカー、ピンセット、割り箸、pH 試験紙です。pH 試験紙とは酸性、中性、アルカリ性を pH 値で示すことのできる指示薬をろ紙に染み込ませたものです。pH 1間隔でおよその値を知ることができます。では今から実験をやっていきたいと思います。今回はケチャップ、ソース、みりん、みょうばん、割烹だし、アスコルビン酸を用意しました。スライドの実験の手順に従ってやっていきます。まずは用意した調味料をビーカーに移します。動画では省略していますが、味も確かめてみるといいと思います。それでは少量の水を加えます。では pH 試験紙を用意して調味料の pH を測りたいと思います。ケチャップの pH は4から5です。ソースの pH は4です。
みりんの pH は3です。尿盤の pH は3です。発泡出汁の pH は5です。アスコルビン酸の pH は2です。これで調味料の pH を測る実験を終わります。実験の結果、このようになりました。これを pH の値が低い順に並べると、このようになります。これより、調味料の pH の値は7より小さいものが多いということが分かりました。では、これらの数値にはどのような関係があるのでしょうか。今回調べた調味料の pH の数値の幅は、pH2 から pH5 でした。よって酸性のものが多く目立ちました。この他にも胃に含まれる胃酸から台所にある漂白剤まで、あらゆるものに pH は存在します。今回の実験より調べた調味料はすべて酸性であることが分かりました。数値が小さいほど食べた時に酸っぱいと感じるようです。また身近には様々な pH のものがたくさん存在していることも分かりました。さらに食べ物は弱酸性から中性に多い傾向にありました。ご視聴ありがとうございました。